はい、いくかつです。今回は豪華なアジサイの折り方を紹介します。簡単な折り方の繰り返しでできますよ。最後に葉っぱの作り方なども紹介しますので見てみてください。今回の動画以外にも朝顔やひまわりなどの季節のお花の折り方も紹介しています。概要欄からチェックしてみてください。それでは作っていきます。四角に折り筋をつけます。三角に折ります。折り筋通りに開きます。中心に合わせて左右を折ります。下の角を折り上げます。開きます。これでパーツが一つ完成しました。これを必要な枚数折ります。同じ系統の色を揃えると綺麗です。パーツを合わせて一つにします。全体のバランスを見ながら台紙に貼っていきます。台紙は折り紙と同系色だと隙間から見えても目立ちません。葉っぱなどもつけて完成です。このように少し花に丸みをつける方法があります。裏返して辺の中心部分を内側に少し折り込みます。少しですが雰囲気の違ったアジサイが作れますよ。立体の葉っぱの作り方を紹介します。三角に折ります。切ります。少し斜めの蛇腹に折ります。開いて完成です。折り紙のように薄い紙で作るとまとめてたくさん作ることができて便利です。豪華に見えるアジサイです。壁面飾りなどにぴったりです。慣れると簡単に作ることができますよ。ぜひ作って楽しんでみてください。材料です。今回の動画以外にも
紙コップで作る長靴やにじみ絵を使ったてるてる坊主の作り方なども紹介しています。概要欄からチェックしてみてください。あなたも一緒に悩まない子育て楽しい保育、チャンネル登録はこちらをクリックです。